史上最多の8回目の優勝がなるかどうかに関心が集まりました。4回戦まで危なげなく勝ち上がってきた星野美香、ベスト8をかけて前年度の国内ランキング3位、この大会を最後に引退を決めている二川美樹との対戦です。ゲームカウント2対2のタイで迎えた第5ゲーム、勝負どころのラリーで打ち負けてしまいます。最多優勝の記録は意識していたが、どうしても勝つんだという気持ちの盛り上がりがなかったという星野、粘りにもかけミスが続きます。世界ランキングによって予選なしでオリンピック出場できる権利を持っている星野ですが、この大会への準備不足もあってベスト8を前に姿を消しました。女子シングルスの決勝は佐藤理香と石田清美の対戦となりました。初優勝を狙う石田に対して佐藤は得意のバックドライブが冴えます。世界に通用するバックドライブを身につけたいという佐藤は、高校2年の時に史上最年少で初めて優勝して以来、3年ぶりに全日本のタイトルを獲得しました。